朝倉未来が2日、自身の YouTube を更新、仲間たちと試合のお疲れ様会のバーベキューの様子を公開した。朝倉は7月28日の超雷神3で平本ハスに TK 大負けし、その傷から口の前4針と口の裏3針、合計7針塗ったことを告白、試合の記憶がないことも語った。朝倉はお疲れ様会に、もう楽しみすぎて朝飯を抜いてきたもん。 ただ口が痛くてね、無理やり食べていきますとし、試合で倒れてからすぐに飲んではいけないと言われているけど、48時間経過してるから大丈夫、と久々というジョッキを持つ朝倉、この程度で死んだらそんなもんでしょと乾杯した。乾杯後、朝倉は、しみるうまいけど、しみる、口が7針塗ってるんですよ、全4針と口の裏3針と指を指しながら説明。仲間に、強烈だった、と聞かれると、いや、 別に、記憶ない、笑、というと、あ、今笑えないんですよ。笑うと、縫い跡が、避けるんでと切実な状況を語った。傷だらけの中、仲間たちと話が続く中で、今回の将来人について、まず俺すごい感じたのがさ、今回俺が負けて、俺が仕返しに行きます、みたいな。ブレーキングダウンの選手とか、めっちゃ多くて。 本当に新時代が始まったなって感じたなとブレイキングダウンから格闘技のスーパースターが生まれると語る。そして、K1 勢、立ち技の選手たちが勝ったのもそうだし、うん、本当に新しい時代が始まったなって思ったね。自身が対戦した平本を含め、安保、久保、芦澤など元 K1 勢が大活躍し、新時代が到来したと朝倉は何度もそう語った。さらに、 朝倉海が UFC 行くなんて誰が想像した海は高校卒業後に総合格闘技始めてるからね。俺が誘ってからと時代がどんどん進んでいることを示した。兄弟は幼少期から共に極真空手を始めたが、総合格闘技に転じ、アウトサイダーから来陣へ。海は来陣王者となり、そして UFC と契約した。